はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。セキロパート3やっていきたいと思います。ちょっと敵を倒してですね、右上のなんかスキルポイントみたいなのをね1にしたんだけど、よくわかんない1にしてね戻ってきたところではあるんですけど、とりあえず困った時の物資さんにお話ししてみましょうか。なんお前さ、お勘が戻ってきたようじゃない。勘が戻ってきた。ちょっとは忍びらしくなってきたように見える。とっておきな。あ、おおおお、忍び技の伝書、忍びの戦う術が書かれた伝書、忍び技のスキルを取得できるようになる。侍には真似できない。はいはいはい。これは忍びの技じゃ。侍には真似できぬ忍びの戦う術が書いてある、うん、まあどうするかはお前さん次第よ。戦う術など忍びだけでもあるまいて。スキル伝書を所持していると、その伝書の流派にまつわるスキルを鬼仏で取得できる。取得に必要なスキルポイント、敵を倒すたびに得られるスキル経験値を貯めることで得られる。伝書や敵を倒すことによってスキルを習得することもある。あ、伝書じゃなくて技書か。はいはいはい、なるほど。ちょっと今1しかないんだよね。まあちょっとやってみますか。スキル取得メニュー解禁されましたと。これかスキルの取得。スキル取得メニューではポイントを消費して新たなスキルを取得できます。新たな流派を解禁するには専用の伝書が必要になります。まず伝書がないとそもそも覚えられないのか。スキルには流派技、忍びの体感、常在効果。流派技は装備メニューで装備することで使用可能。忍びの体感、これなんていうの、常在効果でいいのかな取得するだけで効果が発動します。あ、こういうものよりはなんか、あ、見切り、こういうやつの方がいい気がするんだよな。未知。あ、でなんか結局ここに行き着くってこと、両方覚えさせて。1って何。流派技、旋風斬り、回転しながら周囲を切りつける。敵のガードの上からでもダメージを与えられる。囲まれた時に切り抜けようと。どうせ2までさ、貯める前にさ、なんか失っちゃいそうだよね。1まで貯まったらさ、もうそれ以降死んでも1から下にはならないっていうんだったらいいけどさ、どうなんだろうね、そこが。忍びの体術、見切り。敵の突き攻撃を見切り、体幹に大きなダメージを与える。え、どういうこと。忍びの目ならば、突きの動きを捉え、刀を踏みつけ、そこから反撃に転じられる。謝れば死地に至るだろう。超嫌だ見切ればすぐにでも殺せるではないか。忍びはそう考える。敵の突き攻撃に合わせるのか。エルタス R、 回転しながら周期。ちょ、こっち覚えてみよう。1あるから使っちゃいましょう。忍びの技、見技、常在効果。あ、いいねこれ。片城の所持上限がアップか。ほうほうほう。下は空中ガード。空中ガードもなんかいつかは必要になりそうだね。で最終的にちょっとこれやってみたいからね。あ、なんか見えるんだけど。あ、1個派生したから次こっちも見えるのか。ダッシュ中駆け伏せ、スライディングでしゃがみ込む。なんとも言えんな。気配殺し、え、いいね。ふむふむふむ。まあいっか。流派技、とりあえず流派技を装備してみましょう。ほい、解禁されました。スロットに一つだけ。ああ、これ本当に一つだけっぽいね。なんか使うのこれ。普通にかっこいいんだけど。え、なんだ、何も消費してないよね多分。
まあいいか。じゃあちょっと前回過去のところまで行ったんで、ちょっと過去の屋敷通りから先へ進んでいきましょう。壁張り付き印刷。こちらへ気づいていない敵への隠密印刷の一つ。あ、なるほどね。壁に張り付いて敵が近づいてきたら印刷。伝書。さて、で、ちょっと例によってまた上から攻めていこう。なるべく敵に見つからないようにしたいけど、敵を殺していきたいんだよね。ゴリ押します。いて、危ない危ない危ない。回復した方が良さそうだな、これ。すでに危ねえ危ねえ危ねえ。いってもうすでに回復しよう。休息。これどう？大丈夫だね。なんだこれ、敵はさ、シカトしていった方がいいのかな。あっちの方にも敵がいるね。あそこにアイテムが見える。どっちから行くべきか。まずは近場から行くか。ほい。あ、これあれか、片城とかいうやつか。あそこにもアイテムがあるね。ちょっとこっち側をケアしながらアイテムを回収していきますか。物理攻撃のヒットポイントダメージ軽減。こういうのって俺もね、結構溜め込んじゃうからね、使わずに。ほい。どう？裏側に出れるかな。あ、こいつ倒しとこう、とりあえず。やばい、なんか見つかりそう。ちょっとこっち、なんかあっち向けよって感じなんだけど。ちょっとしゃがむか。あのアイテムちょっと回収したいんだよね。ああなんだ。ちょっとなんか物音を立ててしまった。こっちも行けそうだよね。どうなんだろうな。こちら側から開かない。結局こっちへ行けってことか。完全にあいつこっち見てるかな。どっか上から行きてえな。あ、やばいやばい、気づかれる。気づかれた？ちょっと待って、鍵詰めをやる場所がない。ダメか。ささささささ気づかれた。いや誰でもないよ。いやなんかすっげえ気づかれてんだけど。いやめっちゃ追われてるぞ。これ隠れてればさ。いやすげえな。いやいる張り付いて。ほっ、おっ、いいね、これか。一体始末。ここはじゃあいいか。金だけ回収して、さささささっと。中になんかありそうだな。ちょ、こうやって中見れるからね。ん？どこに敵がいる？上行きてえな、上。やっぱり上が安全な気がする。どっちへ行くか。あ、あそこにも敵がいるね。向こうにアイテムがあるな。
さささ、しまった。け、見つかった。犬は手裏剣で倒そう。えったー、マジかよ。あいてててて、あんなとこにいるとは。ちょっと待って、騙された。いて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 、ちょ待って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 、いや無理か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 。一旦ここに逃げ込もう。ひょうたんのさ、回復量上がんないのかな。あいつごっついな。来るわけではない。よし、オッケー。あれ全然オッケーじゃねえよ。おい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 、一回100。おいおい、弾薬はそのままくれるね、敵倒しても。ちょっと待って、あと2人か。さあ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 、これこっち側はもうどうにもなんねえか。じゃあちょっともう一回ここリベンジで、向こうの鉄砲野郎だな、マジで邪魔なのが。こっちへまず行く。見つかった、しょうがない。鉄砲じゃなくて普通に弓だったね。さっと、弓はもうマジで手裏剣で行く。こいつも見つかってるけど、上から2冊しようで、その後またね、上に逃げる。あ、しまった、金回収しときゃよかった。なるほど、こうやっていけばいいのか。上から2冊でいいね。あと敵がどうなってる。金回収、金回収で上に逃げる。ほっ、ダメだった。ほらゴリ寄せ、いい、よし。なんかあそこにもなんかあるね。あれは片白か、一応回収しとこう。 OK、 割と敵は倒したけど、向こうにも見えたな。これさ、大丈夫、握り、はい、あそこにいるね。あそこにもアイテム見えるね。ちょっと上に来てな、やっぱり。よし、登れる。まずは敵を排除しよう、1体ずつ。3体いるか。倒したら、いって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 、倒したらマジで逃げる。1回やつら上に来れないから。 OK、 これ結構有効だな。なんだなんだなんだ、なんか投げてきてるぞ。ちょ待って待って待って、危ない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 、逃げろ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 、ガー、危ない。どこにいる、なんか投げてきてんな。足を止めるのは危ないか。あ、いて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 、やるな、俺のこの。あ、見つかってるから上から印刷ができねえんだ。そういうこと。ただちょっと一回、上に逃げる。で、よいしょ。もう一匹いた気がするんだよな、敵が。いた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 。犬もいるじゃねえか。犬は主権。なんか向こうに敵のあれがある。こっちで騒ぎ立ててたからかな。だいたい倒した？
ちょっと裏手から行こう。これ何？銀寄せ巫舞風船。あ、銭の入手量ね。結構アイテムが起こってんだよ。これ何大丈夫？火吹き筒。火を吹き出す鉄筒。あー、なるほど。赤目？え、何これ？暴れ狂う赤目は人の力で抑えるのは難しい。なんだそれ？そんなやつがいんのか。火消しの粉。あ、これ金か。さっき倒したやつか。あ、まだあるアイテム。弾薬か。なんかどっか。なんかないかな。もうないか。もうないね。では先へ進んでいきますか。なるべくまた例によって上から行きたいんだけどな。忍具をちょっと装備しないとまずいかな。使った。いって。よし。もうまずい。これ大して回復しないからね、弾薬。まあいいや、使おう。上行きてー。上から攻めたい。あ、なんかいる。また何なんて下郎ども。おいお主、確か忍びよな。であれば、お堂の忍びよの奴らを、頭蓋を叩き割ってたの。斧なんてあるんだ。ちょっと待って、張り付いとこ。一応こっち側は、あー、いるな。盗み聞く。ここを開けやがれ。こそこそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか。ああ、なるほど。どう行くか。まだちょっと遠いな。さささっとだ。一殺するか。はい。やべ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 。こいつら斧持ってんのか。おら、いて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 。わかんないわかんないわかんない。いや、死ぬな。死ぬけど、ちょっとここ開けたい。あれ、開けらんないのか。この中になんかいるって言ってたね。上から行けないかな。あ、なんかマークがある。生きて。こっち側から。いける？いけそうだね。あ、話しかける。誰ですか？女性か。族ではない。あなたは若様の。あ、よかった。忍び殿、族どもの目的は。若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。お願いです、忍び殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。毒消しの粉。え、それだけ？どうかお役立てを。てか毒になるってこと、この先。俺死にそうなんですけど。そんなことより、なんかあっちにないかな。あ、ここにもいる。お主、若様の忍びじゃな。ああ、
肝心な時におらぬとんだ役立たずめ。いや、もしやお主賊を手引いたのではあるまいな。さもなくばこの平田屋敷がこうもあっけなく落ちようものか。そうよ、そうに違いないわ。いねえ、裏切り者はいねえ。話を聞いてくれないな、こいつは。あ、これ盗み聞き。どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。賊どもの中に忍びなりの僧兵が混ざっている。あれは出られよ。どうしても私が行かねば。ああ無理です、この傷ではとても。ほう、ここはまあまあまだなんていうの、侵入されてない感じだね。ちょっと鬼仏置いといてもらいたかったけど、こいつもう一回話しかけてもしょうがないよね。様はまだ忍び子分。うん、これだけか。いつの間にかスキルポイントが1溜まってんな。使うか。全然回復しないけどね。正面から行かないと無理か。あっち側って行けるのかな。ちなみにこっち、あー、あれ、なんかいる。よう、旦那、あんたも火事場泥棒ですかい。あんたもって。旦那は見たとこ忍びですかね。何か探し物でも。まあ何にせよ、ここはあっしが先に見つけた場所でさ。よそをあさってください。ああ、そういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。え、ここ中行けないの。アジサイがあるね。後ろ側とかに忍び斧ってどこにあるんだろう。忍び斧がないと、そのさっき言ってたあいつは倒せないとか。これこっち側もなんか普通にあるよね。え、またこれあれ、でっけえ鶏。でっけえ鶏マジで不気味なんだけど。こっち側敵とかはいないか。なんだこりゃ。あー、体感ダメージ雨系だね。あ、これもし外してショートカットになる。あ、そういうことか。え、開いちゃっていいの。ちょっと大丈夫。あ、ここで初等が開通しましたと。帰ろっかな。じゃあ一回ちょっと回復しに戻りたいんだよね。初等が開通したのはいいけどさ、ちょっとこっち側から行こう。さっとで上に行って、でここでよし回復。スキルポイントを2貯めないといけなかったからな。で、その体感的なやつとかが全然上がってないんだよね。あれ、どっから行くんだっけ。あ、こっちか。まあ、シカトできる敵はちょっとシカトしていこう。待って待って、ほいほいほい。あ、とうとういけないんですけど、ぶら下がれない。え、なんで高さが足りない。どこにぶら下がったっけ俺。
ぶら下がれない、マジぶら下がれないんだけど、なんでだ。あ、ぶら下がれた。やべ、見つかる見つかる見つかる。よし。で、あいつらまた復活してるか。でも一旦ちょっとこっち、あれこれ兄貴、次はこのお堂ですかい。いや、そこはいい、次に行くぞ。剣道、供え物でもあれば十三様に。やめんか、仏様には手出し無用。何度言えば分かるんだ、タコが。怒らないでおくれよ兄貴、タコでごめんよ。そんなタコは死んでもらおう。まずはお前だ。やらせはせん。やばい、まだ見つかるか。まだいるな。あー、そこから来たか。とりあえず金を回収してる。これこっからさ、危ねえ一方的に切れるんじゃないか。あ、痛い痛い痛い、俺が痛い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 。さらばだ。ちょっと減っちゃったけど、この中にもなんかアイテムありそうだよね。軽い水に。ここはこれだけかな。じゃあちょっとこのお堂とかいうのを見てみましょう。開く。アイテム。おお、忍び斧。ああ、義手に仕込むんだ。重さで叩き壊す。落ち谷の飛び猿と呼ばれた忍び、かつて愛用した人具。だが、飛び猿は左の腕とともにこれを失った。なるほどね。ただ来てよかったな。ほい。おお、びっくりした。あ、こいつか。いや、すげえビビった。この鶏何なんだ。これ一発で倒せる。全然一発で倒せねえ。凶暴すぎだろこの鶏。でも通していくしかない。で、弾薬と。え、ここ何これ。鶏がすげえいっぱいいんだ。え、なんだ。襲ってくるかね、大体この鶏。いた、強っやばいやばいやばい。あ、殺された。鶏に殺されたいや、こんなんで改正してらんないよ。恐るべし鶏。ちょ、もう一回行くか。で、鶏屋敷に着いたけど、忍殺をしていく。なるべく鶏も見つかんないように生きてえな。視界が悪いからね。こっちはなしか。一応これでもね、一番明るいんだよね。あそこにアイテムがある。鶏見つかった。何なんだこれ一体。行って行って行って、何なんだ。鶏マジ強え。飲むか。アイテムプリーズ。雨のために死んでしまったからな。
っち側はなしか。こう上行けねえかな。ここはこれだけ。ちょっと上に読もう。いや、これはもうここだけだな。で、こいつが漁ってたところは多分行けないよね。もう一回話しかけよう。そうだね、三重の塔。それなんだ、今んとこ見かけらんなかったけどな。これこっちから行ける？正面突破っていうよりは完全裏方だね。アイテムがあるだけ、もしかして。おくるみ地蔵、手のひら。ああ、改正の力を1回分獲得できる。え、でもさ、改正ってやっちゃダメだよね。別にさ、改正の力があるからといって改正していいわけじゃないから、多分。ここはアイテムだけか。あいつらまた復活してんのかよ。殺すか。振ったところをやるか。で、こいつらをもう正面突破するしかないか。手裏剣投げてみる。なんじゃーって言ってるし。一匹ずつおびき寄せよう。そうだね。で、待った。スタンダーウェイ、よし、 OK。 でもう一体いる。手裏剣、はい。ゲッ、盾持ってやがる。なんだあいつは。死んだ時にさ、仏師のとこ行けばよかったね。いやー、なるほど、これ多分斧だな。いやー、見つかってんな、完全に見つかってんな。どうする？一応ガードができるんだよね。ガードしながら、ガードは多分体幹を崩されるからあまりよろしくないと思う。効いてないな、やっぱり効いてないな。今だ。ちょっと待って、まず1体倒したい。あ、ため攻撃いける？全然ダメだ。なんだ。OK、 あと1体。あー、いって、飲もう。いい加減体力上げたいんだけど。これいて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 。全然ダメだ。やーべ、死ぬ。やばいやばいやばい。これさ、ちなみにさ、この機関使ったらどうなんの？使ってみよう。はい、減る？要は減るかどうか。ダクリンみたいに帰り方がなんか嫌だったな。血を這うヤモリ。あ、やっぱ気づかれてると基本落下印刷できないけど、血を這うヤモリだったら気づかれてても大丈夫だよみたいな、そんなアドバイスだね。減ってる？減ってないか。最悪これで帰ればいいな。そうしよう。
こいつの咳込みを聞くたびに。淀みの溢れで振りまかれやがて死に。なん？あいにくとまともじゃないんでな。いやでもさ、普通にやってたらさ、解説するでしょ一回は。面倒じゃ。あとはエマに聞け。あとは直せるかどうかだよねやっぱり。だいたいこいつ死んだらさ、任具仕込めなくなっちゃうじゃん。皮膚器。ほい。仕込み用の。これも作成しよう。ああ、木の盾ならばやすやすと破壊する。オッケーオッケー、そういうことね。やっぱりこれだ。その忍び義手。随分と腕に馴染んできたようじゃな。お前さん、これを取っておきな。お、またスキルのやつだね。これは。お前さんの牙でどう噛み殺すか、それが書いてある。要は、忍び義手を使った戦いの術じゃな。わかった。まったく一種の忍び技などもはや無用と思っておったが、わからんものよな。すまん。切り替えができるのと、エマちゃんにお話も聞けるっちゃ聞けるんだよね。狼殿、よく参られました。話す。改正の力は竜印改正の力を幾多、また川改正の力が何も見返りを求めぬと。そうだね。ではなんか結構後悔してんだけど、物語上でもしょうがないかな。でスキル、あ、こっちがいけるようになった。両方1か。追い切り、派生攻撃、追い切りを取得する。なんか使いこなせるかどうかが。あ、鍵縄攻撃。おお、鍵縄で飛び、その勢いで切りつける。結構良さそうだけどな。まずこれも覚えたいんだよね、なんだかんだで。見切りで成長は無理だから。全然成長できない。いつ成長できんの俺。さて、じゃあちょっとこれを装備するか。全部、まあまだ3つだからね。斧、け、使うのかよこれ。2使うね。あ、結構攻撃としては重そう。これ盾持ちもなんとかなるか。で問題、こいつはどうしよう。殺しながら行く。そんなに数は多くないよね。こいつ殺すと絶対あいつに気づかれんな。いけ、怖、やばいやばいやばい。ちょっと待って。どう大丈夫。よし、逃げろ。30の塔、いや、ないよね、この周りには。ここ敵いるんだっけ。あそこにいるな。よし、ちょっと待った。
見つかる？いやー、ちょっと印刷できなかった。逃げろ逃げろ。やばいやばい、逃げる。なんだもう、わけわからん。マジで死ぬ、もうこれ飲むでしょ。でこいつはまあ先に手裏剣やるまでもなかったな。さてようやくこの盾持ち、間違えて乗っちゃった。これやろうと思ったのに。やるか。ほら、ここにね、少し活動が遅いけどうまく当たれば倒せる。いやー楽だったな。ちょっと使っちゃったけどね。あっちの方とかも行けるっちゃ行けるけど、行く価値があるのかな。ちょっとまずはやっぱり上から、基本は上からだな。行ける？よし。あーあいつなんか厄介そうだな。見つかるかな。まずこいつを倒す。いや余裕で見つかってんだ。うわ撃ってきてる。ちょっとこっちへ逃げよう一回。いや来てる、撃ってきてる。あいつか。ターゲットはできない。向こうの方がターゲッティングが長いな。これさ、このままこのままなかったことにできないの？あ、大丈夫。あ、大丈夫っぽいね。よし。ではではでは、ちょっと一回こっちからさっと紫陽花の中を通って、こいつを殺します。月への対処。ちょっと待って、見つかったってことで見切りなんて持ってねえよ。怖い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 。逃げろ。痛い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 。これ今スキルが2あるけどさ、2以下になるのかな。一応マイナス47、半分溜まった分は減らないか。ちょっとスキル取得しよう。じゃあこれ、はい、見切り、見切り自体は勝手に発動するよね、多分取得済みになってれば。まあ、金は減るけどしょうがない。こっから先へ進めない。でこいつはもう毎回殺しとこう。
って上から行って、あのさ、2人もさ、超めんどくせえんだけど。逆から行こう。こっちの方が気づかれない。で、まずこっちを倒す。この間にこいつを見つかるかんな。絶対見つかるかんね。お、蹴り。いや、わかんねえ、わかんねえ、わかんねえ。ここで絶対ひょうたん1個使うし。で、こいつ呼び寄せてんな。来る前に蹴りをつけるか。あっち、あちゃ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 あ、炎上した。これどうすればいいの。ヒットポイントが減ってんね。めっちゃ減ってんですけど。ほい、こいつはもうご利用するからな。これで金回収しよう。であいつ、こいつ倒すと見つかるんだよね。あの火縄銃のやつに。上に来て、いけねえ。ちょ、待って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 、先にこっち行くか。うわ、難しい。あいつの注意がなくなるまで待ってよ。ここでで、アジサイに隠れて、さっきと同じパターンだけど、アジス、え、見つかった、え、見つかってる、見つかってるっぽいな。あ、見つかってんな。じゃあちょっと合流すか。うわー、なんだこいつ、逃げろ逃げろ、やばい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 。ん、来るか、ちょ、分かんねえ。ん、どうなった今。ちょ、お前なったよ。やばい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 。行って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 、ちょ、逃げろ逃げろ逃げろ。なんだよこいつマジで。お、あ、え、え、なに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 、だこいつマジでやった。死ぬ死ぬ。行って相打ち。でもそのまま死ぬっしょ。さて、こいつを忍殺できるか。よし、一発。あとはちょっと逃げよう。金を回収。来てる？来てるな。めっちゃ来てんな。これどうすりゃいいの本当に。いや、わかんねえ。いて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 。飲む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 、とりあえず飲む。これさ、え、どういうこと。あんまり効果なさそうだな、手裏剣。こ
これがわかんないんだよな。月は多分回避してよければいいんだろうけど、ガードしとこう。いや強い、この月ほんと強いんだけど。いやもう無理だよ。さてとりあえず上に行ったけど、こっからどうしよう。手裏剣とかどうなの。げっ、かわしてきた。やるな、正々堂々と勝負するか。やっぱりこれ何マジで、あれをどうやって、危険のやつがさ、いまいち分かんないんだよね。ガードしつつ、忍び狩りか。すっげえ減った。いってもうマジどうにもならん。ちょっとスキルポイントとか貯めた方がいいのかな。また名所ありになったけど、ちょっと戦略を見直してからやっていきたいと思いますので。っていうかさ、この術玉とか全然増えないんだけど、どっか起こってないのかな。まあとりあえずいいや。とりあえず今回はこれで終了して、また次回、やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。